こんにちは、りょうこばあばです、今回はですね、ここに置いている四つ葉のクローバーと、三つ葉のクローバーを編んだので、今回ね、これは編もうかなと思うんですけども、一応編む糸はですね、こちらの方のちょっと薄めのグリーンで編もうかなと思います。ちょっとこっちはね、目が見づらいのでね、濃い色がね、濃いので、色としてはこっちの色で今から編もうかなと思うんですけど、編み始めから最後の編み終わるまで、糸をカットせずに編み上げようかなと思っています。では早速ね、編んでいこうかなと思うんですけど、編み図はね、今回起こしてないので、まあ、ゆっくりね、編んでいこうかなと思います。今から編んでいきますね、こんな感じで輪を作って針を通しますね。そしたら鎖編みを立ち上がりも含めて16目編みます。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16目、16目編みました。この長さはですね、今16目編んで、3センチくらいの根元から3センチくらいの長さになってるんですよね。だから長さの調節はご自分で目数をね、多くしたり少なくしたりして調節してくださいね。で、今から次ですね、15目目に針を入れて引き抜きます。この引き抜きを最初の編み始めの目まで引き抜いていきます。こんな感じで編み始めの目まで戻ってきました。そしたら今から葉っぱの方にね、葉っぱを作るんですけども、鎖編みを6目、1、2、3、4、5、6目、6目目は立ち上がりですね。で、5目目に針を入れて引き抜きます。この茎とね、同じようにしていきます。5目引き抜いて戻ってきました。たら四つ葉にするので、あと3個ですね。1、2、3、4、5、6で同じように引き抜いて、最初の1目目まで引き抜いていきます。これが2つ目ですね。あと2つを作ってきます。こんな感じで花びらの、中心の部分をね、4つ作ってきました。そしたら、今から花びらをね、作っていくんですけども、そうですね、編み始めのこの茎ですね、この茎を向こう側にやって、糸をですね、こんな感じで外した、編んできた輪っかを一回針から外して、この茎の下側に持っていきますね。裏側に。そしたら最初に、この最初編んだこの花びらの中心の部分ですね、の最初の目、5目あるので、1、2、3、4、5目から最初の目に
針を入れて下からくぐらせてたこの輪っかの中に針を入れて絞って引き出しますね。引き出します。こんな感じ。そしたら、引き出したので一目立ち上がって同じところ今引き抜いたところに針をまた入れて細編みをします。で次が次の目が中長、中長、次が長編み、長編み、次も長編みで最後は、鎖編みを1、2、2目、そして最後の5目めに針を入れて引き抜きます。で片方ができましたね。であと片方編みます。1、2、鎖編みを2目、そしたら長編みを隣の目に長編み、次も長編み、次が中長編み、次が細編み、これで一つの花びらができました。そしたら次の、花びらの軸の一番手前にここに針を入れて一回引き抜きますね。そして一目立ち上がって引き抜いたところにまた細編みで、次が中長編み、ちょっと間違った、次が中長編みですね。隣の目、次が長編み、次も長編み、最後が鎖編みを2目、そして最後の目に引き抜きます。これをね、繰り返して片方が編めて向こう側をねもうまた半分こう編むんですけど、閉じたところが手前の方の5目めなんですよね。そしたら鎖編みをまた最初初めに鎖編み2目編みますよね。そしたら長編みを次編むんですけども、編んだ長編みは、向こう側が 1,2,3,4,5 目あるんですけども、今閉じたところは手前の5目目に引き抜いて鎖編みを2目したので向こう側の5目目が開いてるんですけども、ここに長編みを編むと目数が一目多くなるんですよね。だから、向こう側の5目目は編まなくて長編みはその隣に長編みを編みます。そして隣も長編みを編みます。で次が中長編み、中長編みを編みますね。
で最後に根元の目に細編みをこんな感じで編みます。そしたら一つの花びらがねこんな感じでできました。ではここの、目を開うときは一目を開った方がここにねちょうど中心に筋が入るので向こう側をこう編むときは一目の糸をね開って編んでいいと思います。で次ですね、次の花びらに移りますね。根元に針を入れて引き抜きますね。引き抜いて一目立ち上がりますね。立ち上がって同じところに細編み、次が中長、次が長編み、長編み、長編み、鎖編みを2目して最後の目5目目に針を入れて引き抜きますね。で1、2、鎖編みを2目したら根元からね数えられるといいと思います。1、2、3、4目目、5目目は、もう考えなくて長編みを針を入れるところは5目目の隣の4目目、根元から1、2、3、4目目に針を入れます。5目目にね針を入れたら1目向こう側が目数が多くなるので5目目は飛ばします。で長編みを2回して中長を1回して最後細編みを細編みで終わりますね。細編みで終わります。そして次の花びらのこの根元に針を入れて引き抜きます。やり方はまた同じですけどね。で一目立ち上がって同じところに細編み、中長、中長、長編み、目で最後の5目目に引き抜きますね。で鎖編みを2目したら左から1、2、3、4目目に針を入れて長編み、隣も長編み、隣は中長、最後細編み、こんな感じで編んできますね。あと1回編む、あと1つ花びらを編んできます。花びらを4枚編んできました。そしたら今から糸始末ですね。まあ中心部分がねこんな開いているので塞ぎながら糸始末をします。縁の方にね、糸をちょっとすくいながら
絞っていきます。だいたい一周したらね縮まるのでこんな感じですね。ではこの辺の裏の方をすくって糸始末をします。であと片方もね糸始末をします。これが表なんですよね。ただ最初の編み始めのこの糸なんですけど中の方にねこう入れるのでここだった編み始めの糸をね後ろの方に後ろの方にこんな感じで持ってきてこれもねこの辺をぐるっとまつりながら糸始末をします。で、このね編み始めのこの茎がですねこう曲がりますよね。だからきちっとアイロン当ててまっすぐされてもいいですしちょっと強度を持たせるためにこの糸始末の残り糸ですね残り糸をこんな感じで茎の縦の方に針を入れてこんな感じでね、糸をちょっと這わせたみたいにしてもこう強度はできますよね。で、1段ずつこうすくいながらまあアイロン仕上げでもねなるんですけど。こんな感じで一目ずつこう針を入れながら糸始末をされてもいいかなと思います。意外と茎に強度がねつくのでまで来たらちょっとまた戻った感じで糸始末をしますね。最後にね綺麗にアイロンで当てた方が花びらがね綺麗になりますよね。こんな感じで今回はね四つ葉を編んでみました。四つ葉のクローバーを糸を切らずにね最後まで編んでみました。こんな感じですね。ワッペンっていうかねちょっと縫い付けたりできますよね。こういう編み方もあるかなと思ってちょっと編んでみました。ではね今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。